丈夫、サンタさんは知ってるよ。今はプレイステーションビータ。プレイステーション。あ、どうもおなじみの博多華丸大吉でございます。ちょっとね、いろいろ説明しなきゃいけないんですけど、実はね、我々これ来てますけど、今回この番組は何しようとではございません、はい、そして今我々はハワイにいます。ここがいわゆる芸能人の人がインタビュー受ける場所、はいはい、いや、ここじゃないと思う。ここなの。そうなんだ。実は今回我々が結成デビュー25周年ということで、はい、テレビ西日本さんが特番を作ってくれることになりました、はい。そこで何をしようかと会議を重ねたところですね、うん、何しようとハワイでやったらどげんですかということで、ね、あら、福岡から出ちゃいけないというルールや。そうですよ、はい、佐賀にすら、はい、佐賀も大分も熊本もダメだったのに、ハワイはあり。ハワイはあり、あり。ちなみに2人とも初めてのハワイなんで。初ハワイですよ、ね、本当は、ね、大人なんでこんな顔してますけど、はい、もう右往右往ですよ。オイスター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 。うわ、皆様お待たせしました。豪華企画2本立ての2時間スペシャル。まずは華大が人生初のハワイで何しようと。さらに同期のスーパースターナインティナインと天神屋台で本音で語り合わしちゃうぞ。ハマルデンキス25周年記念祝いめでたスペシャル。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。祝いめでたスペシャル、最初の企画はハワイのオアフ島で何しようと。ハワイ州の政治経済観光の中心地オアフ島。州都のホノルルはワイキキビーチやダイヤモンドヘッドをはじめとする多くの観光スポットに恵まれ、1年を通して世界各国から観光客が訪れます。あ、ね、青いね。いや、これ違うね、やっぱ、うん、ハワイってっていうか、どうしてもね海に目行きがちですけど、これすごくない？こっちはすごいね。なんなんやろ、あの茶色い岩みたいな。火山でしょ結局。なるほどね。ここは智子さんあれですよね。ここは有名な観光スポットです、はい、何が？あの潮吹き岩と言われておりますが、はい、こう波がこうちょっと岩の下空洞を通って、で、穴からもう何、集合時間、はい、普通笛とかですけどね、今思いっきりホラー台で、ホラーですね。ホラー台でやるんですか、ハワイって。そうですね。マジですか。いや、行きやん。みんなやります。ホラー台で買える人が増えるんで、うん、あ、ここですか。どれ、潮吹き、いや、それタイミング良くないと見れないってこと。そうです。あの杭みたいなのが立ってるところですか。いや、もうちょっと手前右手です。まあまあ、でもここにいれば、はい、ちょっと待ちましょうよ。これがバーってなるってことですか。今日はあんまり良くないです。今日はあんまり良くない。はい、と友子さんには申し訳ないですけど、キャナルシティだったらちゃんと帝国に水が出るそうですね、何時って分かんないでしょ。分かんないですね、視線が相手なので、はい、はい、あー来た来た来た。あ、それあれでしょ、あほら、それあれでしょ、あほらほら、いや、あれでしょ。俺は別府の方がいい。いや、俺なら別府の方が煙立つ、うん、まあ確かにハワイっぽい。ほら、かわいい。ハローハロー、わっちゃね。北北北北北星っていう意味です、ハワイ語で北。お父さんはハワイの方ですか。お父さんは、ね、you local? 伝わらないんです。 Local, you been here? レイチャールズに似てますね。 Oh, you look like Ray Charles. 喜んでます。See you again. Damn.ホクは日本のテレビに、ホク君が出るんです。ソフトバンク。ソフトバンクかな。
ここなんか水があるよ。大堀公園。大堀公園かな、ここは。大堀公園的な。いやー、いいね。いや、これ海？海かな。はい。こんにちは。はい。はい。はじめまして。ここは何の？Oh, this restaurant has plenty of beers. That's what we're known for is our brewery. ビール？ Yeah. That's made out on the Big Island. ハワイ島で作ってるオリジナルのビール。レストラン、ビアレストランです。なるほど。こちらはハワイの人気地ビールメーカーコナブリューイングカンパニー直営のビアレストラン。ヨットハーバーに面した開放的なテラスでピザやパスタなどの料理と一緒にいろんな種類のコナビールが楽しめます。どうもどうも。すげえ、海外の方ばっかり。 OK、 いいですか。ありがとうございます。やった。いや、すごいね。あ、どうもどうも。ハワイ4号艇頑張れよ、まくれよ、3号艇を。いやいやいや、バリハワイやん。やっと来たね、やっと来たね。こういうことですよ。なんかちっちゃいやつあったけど、ちっちゃいの、うん、あれなんですか。サンプラ。テイスト、え、サンプラ。サンプラってなんですか。サンプラで、あのテイスティング。そうですよ、だからそのちっちゃいのいっぱいもらおうよ。そっから決めようよ。4種類。そんなことすんの。いや、もう俺見ながら、あの何頼んだか見ながら来たから。アロハ。アロハ。 How are you guys today?Hi, nice day. Have a nice day. Good day. Can I get you guys something to drink? Sampura. Excellent. So we have Amethyst in here. Do you guys like all different kinds of beer? Okay, so maybe we'll do a big wave. It's nice and light. Big wave. Big wave. Yeah. And then the Wailua wheat. That's got a nice little fruitiness to it. No.フルーティーの。ノーフルーティー。ノーフルーティー。フルーティーいいじゃん。嫌だ。俺は嫌だ。なんなん。本当の美味しいのば。パッションフルーツの。ノーノーノー。なんなん。ノーノー。濃いの。濃いの。濃いの。ストロング。ストロングビール。A strong beer? Yeah, yeah. Okay, excellent. So then we'll definitely do... Strong team. Hawaiian sample. Fruity, okay. Okay, okay. Perfect. Do you guys like pizzas? Pizza. Pizza がいい. Pizza? Pizza? Pizza good? It's delicious. 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 It's Ono. Please. So I would suggest the Hawaiian Luau pizza. Hawaiian. Yeah, it's got the pork on there. It's got the pineapple sauce. Pineapple? No. Fruit? No. No fruit. No fruit. 普通の。普通のベーシックピッツァ。普通の very original basic. Well, we could do like a margarita pizza. Margarita, yeah. That one. My name is Hanamaru. Margarita. Hanamaru. Margarita. Well, then I think it's meant to be. All right. Excellent. I'll go get your sampler and I'll be back. Thank you. どうも。嬉しいわ。うん、もっと日本語通じてなんか。ね、うん、来た感がないと思ってた。いや、まあでもまだ街行ったらそうじゃない。いや、だって今はもう全然すごかった、ね、いや、でももう空港のだってほら入国するまで1時間ぐらい並んだやろ、あそこな。そんだけみんな来てるってことですよ、日本から。あそこでずっとこうこうだから、うんうん、後ろの人とずっと会うんよ。会うよ、そりゃ会うよ、うん。でも北海道のおっさんがさ、クライマックスシリーズロッテ負けたってグズ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 言われよ。本当ならホークスとやりたかったみたいなさ。ハワイまで来て、ハワイまで来て、それは置いて帰ってこいと、北海道に。ハワイに来たのにね。本当ならハムとやってたんで中継あったとか、うんうん、で別れてでまた会って、いや先生そっちはいいですねみたいな。置いてこいと。いや、俺なんか前の方でおじさんと喋ってるなと思ったけど。それです。お、来たー。イエーイ。嬉しい朝も悔しい夜も温かご飯くばら本家ありがとう。くばらのあごだし寄せ鍋スープでうどんだけ食べてみた。あごだしだとうどんも違う。
あごだし寄せ鍋スープ新発売。あ、これ乗るんだ。あ、オッケー、オッケー。パイプライン。あ、パイプライン。And then the lava man. Lava man. Oh, yeah. Here we have the Wailua. はいはい。Wailua. The hula. Hula. The big wave. Big wave. はいはい。And then the lava man. あ、ここ。あ、一緒だ。これは一緒だ。Good? Okay. なるほど。Excellent. Enjoy. Okay. はい。エンジョイします。いや、俺あんま黒ビール好きじゃないお前がノーフルーツとかノーとか言うからこうなるんやろ。いや、強いやつって言ったよ。そ、果物でその 甘いとかね、飲みやすいのじゃ嫌だっていうことを伝えたから。いやいや、それはもう日本語がこうなるんやね、うん、英語知らない我々のミスです。じゃあどうも、ハワイ。どうもどうも、どうもいただきます。チーズ。あー、いい。あー、休み感あるな。フルーティー。あ、うまい。あ、これもすごいフルーティー。もうストロング。これはストロングだ。結構大げさじゃないね。めっちゃフルーティーよ。これうまい。初めて黒ビールうまいと思った。うわ、オールストロング。言った通り。これだけちょっとストロング。え、こっから選ぶの？だからこれでテイスティングして気に入ったやつを、うん、酔うよ。酔う。これ抜けます。言うてる前に酔う。寒いんだけど。変わろうか。いや、ちょっとごめんね。ごめん、日に浴びたり。そうそう、ほんとごめん。ここさ、あ、ね、全然違う。ちょっとそこでしばらく追ってみ。もうめんどくさい、めんどくさい。いやいや、だいたいほら、じゃあここの列は俺やから。俺ウフフフじゃなくてこうか。全然違うやん。あ、そらこっちはうまいよ。うまいね。うん、ここリゾート感いるよね、やっぱ日差し。うん、来た、ピッツァ。あ、どうもどうも。あ、どうも。おお、これはIt's a balsamic. Balsamico. Balsamico すってなかなか。マルゲリータにあんまかけるイメージないけど。うん。うん。アメリカバイ。全然違う。日本のピザ違う。もう。すごい。腹いっぱい。腹いっぱい。もう食えない。これはすごいね。ね、カツ丼。ピザ界のカツ丼。こんなボリュームあるマルゲリータって。いや、そらみんな体大きいはずよ。これ1枚ペロッといくんやもん、きっと。ちなみにこれが一番スモールサイズ。スモールサイズ。スモールサイズ。That's the small, yeah. How is it? Does it taste good? Good. Can I get you guys anything else right now? 他に何か。他に何か。何か言いますか。You have a red ale right now. I like our fire rocker pale ale is really good too.
他のビールの種類を今いろいろ説明してくれてます。カラパンパンになる、カラパンパンになる。ん？あ、本当だ。わ、クックドゥドゥ。ニワトリが逃げ出しそうだい。そりゃもうどっかのケンタッキーから。あれ、ね、あれ、ニワトリって普通にいるんですか？います。ハワイは？ノラニワ。ノラニワ？へえ。よくご無事で今まで。いや、よう食べられんよね。うん。うまくないかな、やっぱ。ノラは。いやもう、ね、でも地鶏と一緒で、いや地鶏たち運動量で変わってくるんじゃないの、あれ餌で違うよやっぱ結局は。 そう、あそこなんかテントがいっぱい出てるよ。あ、本当テント。あ、見て道の駅みたいになってるよ。あ、うわ出た、これはハワイですね。これは外国ですね。あ、どうぞどうぞ。鹿児島じゃ人気の焼酎でして、黒といえば黒いさなんですよ。いかがですか。そげん自分のよかごとばっかり言うとって。よっ、つまらんばい。僕は黒いさ、飲みはわかる。ネット、電話、テレビ、スマホ、まとめてビビックビビック。ネット、電話、テレビ、スマホ、まとめてビビックビビック。ネット、電話、スマホ、テレビ、まとめてビビックビビック。実際東京では何ラーメン食べますか。うん、私はそれは豚骨ラーメンですよ。それはこれはもう脇と一緒ですから。はい、私はもう一番醤油ラーメンを取られ、ね、食べてるところを取られたらもうこれ私も死活問題ですから。見たことないでしょ。帽子かぶってサングラスかけてマスクプシッ食べますよ醤油ラーメン。すっごい変装して醤油ラーメン食ってしょってますね福岡。そりゃそうだよ、食べていいや。毎日毎日豚骨食わんやん。ダメです、つまらん、それ人前ではダメ。プラザ天気いいじゃん。唇に透明感が溶け込んでいく未体験、これがヌーディーグロスルージュ。ルージュグラッセエスプリーク。カオセイ、あげない、あげない、手をあげない、手をあげない、あげない。本当、本当です。ローベル絶対やれないぞ。値上げしないで6ヶ月プライスロック。声優サニー。すべての瞬間は輝いている。美しき世界標準エコドライブ電波時計シチズンクロスシー。開け美味しさ、ドミノは今なら 50% オフ。30周年の感謝の気持ちを込めてネット注文で L サイズが全品 50% オフ。創業感謝祭。あ、見て道の駅みたいになってるよ。うわ出た、これはハワイですね。これは外国ですね。ファーマーズマーケットって、だから産直みたいなもん。そうか、うん、産地直送の美味しい食材が気軽に手に入ることでハワイ各地で大人気のファーマーズマーケット。ここカイルアでは毎週木曜の夕方に開催されていて、農産物以外にその場で食べられるプレートランチやスイーツなども売られています。わ、エビ、あ、エビ好きや。いや、エビ好きやけどさ。あ、日本の人じゃないの。こんにちは。これでも日本、日本腹いっぱいなるやつじゃなくて、はい、だからエビ、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 明日エビ、明日行くから明日行くとか今日行ったら言われる。エビのとこってなんですか。エビの、シュリンプ、ああに僕ら明日行くんですか。ロストは、ああそう。はい、またあのまた先にスケジュールを知らされるっていう。明日、明日エビを食べに行く。先回りストーカー。あ、わかります。美味しかったですかそこは。美味しかったです。あ、そうですか。明日楽しみ。明日エビ食べんの。決まっとった。バレた。じゃあもうエビカレーやね。すいません、ありがとうございます。じゃあ俺あの串にする。え、イカ？え、あれイカあれ？いや、得体の知れんやつ。え？あ、ベーコン、うん、これベーコン、あ、ほんとだ、俺もイカかと思った。いや、これうまい、絶対これ、ハウマッチ、ファイブ、ファイブ、漁師でしょ、漁師でしょ。レシートある？
レシートある？センキュー。えーオッケー、そこにオッケー。簡易的にはほどがある。これ絶対会社落ちん。オッケー、Thank you。 Thank you、 Thank you。 オッケー、オッケー、オッケー。はい、はい、レシート、レシート、はい、はい、落とせ。ハワイ、ハワイ式よ。しょうがない、プロデューサー。もうそれで1ドルぐらいからね。最初めっちゃ甘ったるいんよ。何これと思わせて、ほんと辛い。ぶん殴られる感じ。あー、これは唐辛子効いてる。辛いやろ。でもうまい。おつまみにね。これいい。俺ビール飲める今から。いや、めっちゃ人が。すごい、フードコートみたい。うわ、あの唐辛子のあれいいわ。あれ、あれつけたい。あれ好き。いや、出た、バケツみたい。あのハワイといえばこのレモネード、でかっ。これもらおうか、一つ。きた、でかっ。これさ、空き瓶を向こう持って行ったりしてますけど、それはまた中に入るんです。だからディズニーランドのポップコーンみたいなもん。そう、そういうことですね。うまい。ほら、また俺外国。ほら、また今チュパってしたよ。したの？ほら、だからそれ刺すともう一本でいいじゃんってなるよ。いや、綺麗って。ねえ。さあ、ということで、はい、まあ、とりあえずお疲れ様でございます。どうもお疲れ様でした。どうもありがとうございます。どうも。終始飲んでる気がするけど。さあ、我々今ね、今日泊まらせてもらいますマリオットホテルの、はい、モアナテラスというところでね、このハワイアンバンドを目の前にやってるわけですけど、はい、ケアベオハナというバンドの皆さんで、はい、超有名なんですって、ハワイ。へー。日本でいうともう世界の終わりがやってるぐらいの、そういう感じの皆さんらしいですけどね。ビジフォースペシャル。いや、ビジフォースペシャルになるとちょっとモノマネの要素とか入れなきゃいけなくなるんで。だ、いいホテルね。ね。どうでした、初日は、花丸さん。いや、初日はね、もう覚えてないですね。すみません、もうバスの中でずっと寝てたんで。そう、だから飛行機でなんで寝ないの。いや、飛行機で寝れんもん、俺ワクワクして。いやいや、もうそういうとこ子供。心地よい音楽と美味しい料理を楽しみながら、ハワイ初日の夜は更けていくのでした。今回花大が泊まったのは、ワイキキビーチが目の前に広がるワイキキビーチマリオットリゾート&スパ。1310室のプライベートバルコニー付きのゲストルームからは、オアフ島を代表する観光名所であるダイヤモンドヘッドやワイキキビーチの素晴らしい景観が楽しめます。ホテル2階にあるロイヤルカイラスパでは、確かな腕を持つセラピストがヒーリング効果の高いマッサージを行い、日頃の疲れやストレスから身も心も解放するお手伝いをしてくれます。フロント横には日本語ゲストサービスデスクもあるので、滞在中も安心です。テレビをご覧の皆さんもぜひ一度足を運んでみてはいかがでしょうか。さあ、ここから福岡に。はい、何それ。いや、しおりに書いてなかった。ハワイはサングラスがいるんだよ、晴れた時。いや、そうやけどさ、うんうん、顔が昭和やから杉山清隆にしか見えない。いやいや、今もうさよならおもちゃんとかいっぱいかかってる。2日目、そうです、海鮮に恵まれましたね。これぞハワイですよ。恵まれたね。あら、ほら。何これ、ハワイ。そうなんですよ。殺します。頼むから連絡くれ。
サイレン。どうして人を殺すの。私は楽しくてしょうがない。別れたくもないけど。やめてお願い、カラーさん。何やってんだよ。今夜10時。差別のない社会を目指せ。偏見をなくすこと。もし自分やったらって思うこと。いつも笑顔で接すること。他人事だと思わないこと。固定観念はなくすと。その人のいいところを見つけるようにします。正しく知ること。認め合うこと。みんな家族って思えばいい。ちゃんと話を聞いてあげることです。今私たちにできることから。万有引力の法則は今も変わりない。しかし掃除機の吸引力の法則は変わった。日立は新しい空気の流れを作り、吸う力はさらに強く動かしやすくなったのです。ジェット吸引を足し算いって今当たる。知ってます？意外と冬も脱水するんですよ。あとね、これ人事じゃないですからね、ちゃんと考えとかないと。脱水した時のこと。そう、脱水状態に蛍光補水液 OS1 ゼリーもいいのよ。あれ、ももちゃんの犬って変わった。あ、いつもの犬は花坂じいさんとこ。え、ここ俺ワンワンの。それそれ、そっちもやってんだ。てか犬2匹いんの。そう、ダブルスタンバイ。やっぱダブルよね。ダブルで早い。あーゆ。冷えて夜眠れない。冷えて朝起きられない。冷えて母冷えてます。陽明酒飲んどこ。お休み前に薬用陽明酒。ヤフー。ふん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 、シャフー不動産。ふん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 、シャフー不動産。ふん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 、シャフー不動産。物件情報ノリノリ、ヤフー不動産。あら、ほら何これ、ハワイ。そうなんですよ、ハワイコンピラ神社。神社ねえ、でそれだけじゃないんですよ。はい、ほら、あの提灯。ほら、読んでくれる。ハワイ太宰府天満宮。ハワイの太宰府天満宮でございます。あらららららら、いや、ここやったらね、三つ座猫も喜ぶやない、うん、いやいや、だから今太宰府におらんのやないから。こっちよね、うん、そら三つ座猫こっちにおるやろ。お、お賽銭もアメリカセントでお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、いやー、わー面白いね。え、セント入れるんやね。当たり前やけど。はい、音が違う気がするな。どうもどうも、無事ね終わりますよね。ね、ロケが無事終わりますように。はい、よし。でこっち行ける。お守り&お札。そういうのあるんだ、すごいね。ハロー、アロハー。あ、こんにちは。福岡の特番でやってきたんですけども。あ、そうですか。はい、日本語 OK ですか。あ、大丈夫です。グージさん。はい、ラフ普通はこういう学校で。これ太宰府天満宮。はい、そちらが太宰府天満宮、こちらが琴平神社。あれコンピラじゃなくて琴平。はい、うちは名称が琴平神社になってます。1920年、日系移民によってハワイ琴平神社が建立されました。その後1952年にハワイ福岡県人会の熱意で太宰府天満宮の御分霊が合祀され、1982年にはハワイ太宰府天満宮殿が竣工。一つの境内に二つの社殿が並ぶようになったんです。学問の神様的なことはやっぱりこっちで。そうですね、こちらの方はあまりそういう学問に関してあんまりシビアじゃないもんですから。高校までが義務教育ですから、高校までは。あ、別に。ああ、そうか、なるほど。大学入る時も受験がないもんですから。そうか、はい、高校のまでの成績でどちらの方が見っていう。ああ、そうか、受験戦争がないもんですから。あ、なるほど。じゃあもう道なる子ものんびりしてますね。ここはね、もうノンプレッシャーでぼーっとしてるでしょうね。穏やかなお顔されてるんでしょうな。でちょっともうパッと目に入る。このお守り。ね、これやっぱ
これ宮司さんがデザインとかもう昔からあるこれだってないでしょ太宰府本店には本店というか、ねまあ、僕の方にはね、はい、これいいやろゴルフはい、ゴルフゴルフは皆さんされるもんですから、はい、私もするんですけどこれどういう効き目がある安全にということでそうですよね、はい、それはそうですね弾飛んでくる場合もあるし、ね、人に当てる場合も、はい、だからこれがあるから入りやすくなるとかそういうことではない、はい、ないですね、はい、スコアが上がるとかそういうことじゃないですね宮司さんはもともとこういう宮司さんもともとはサラリーマンでですね、はい、大学日本で卒業しましてある商社に入りましてこちらの方に赴任してですね、はいはいまあ、10年ぐらい勤めたんですけど、はい、当時、まあ、宮司さん高齢でですねなかなかこういった後継ぎの方がお見ならないっていうので引き継いだな なってもらえないかっていうことを最初に言われまして、まあ、当初私はそういう資格ありませんでしたもんですから、うんまあ、会社退職してですね一度日本帰って勉強してから1年間大学通いましてで実家が愛知県で、まあ、名古屋なんですけど名古屋のある宮に報職しまして、うん、結果こちらの方に赴任したっていうのが、歴史あるね25年ぐらい経つんですけどそれからいや面白いいやでも知らなかったですハワイに天満宮があって勉強不足でありがとうございますいやもうなんか今からロケ始まりますけど、うん、なんか心洗われたように、はい、あ気持ちになりますやっぱりねようこそお越しくださいどうもどうもありがとうございましたあれがアラモアナショッピングセンターっていう、はあ、もうみんなが買い物行く定番のところですって、はあ、ハワイといえばってことそうそうみんなあそこで買い物しますかコキンちゃんの焼きラーメンみたいなもんですか福岡でいうとそうです ね、うん、観光客はみんなあそこ目指すっていう意味ではコキンちゃん、ともちゃん、岡本、まあ、その他博多のやいちいち福岡で置き換えなくても大丈夫ですいや福岡でしか放送されません、はい、上がってくださいって書いてあるはいアップランプ、うん、ここでちょっとハワイらしいものを手に入れるといういやー晴れたね晴れたこれはハワイやねこれやっぱ福岡でやっぱ12月に寄ったら、うん、あらあんたたちはいいとこ行っとうねって言われる景色ですねあったかいとかも暑いもんねさあこちらですねはいよいしょこんにちは。あれは、はい、ものすごい店の人だと思ったマネキンさんでした結構奥行きあるんだねこれは高級店の香りするよ、はい、洋服屋さんそうですねえこれ工場とお店が合体してるみたいな、ね、本当やねこんあこんにちはアロハはじめましてどうもいらっしゃいませ、日本語ははい大丈夫です助かりますどうもありがとうございます、はいここが何のお店ですか？こちらはアロハシャツと、はいはいまあ、アロハウェアのお店になります、うん、イオラには1953年創業アロハシャツやハワイアンドレスの老舗メーカーです店の隣には工場が併設されていて型紙や生地の裁断から仕上げまで全て手作業で行われていますあこれバッテ荒川さんのやつよねあそこバッテ荒川さんのやつバッテ荒川さんのやつはムームーって言うんじゃないですかえだってムームーノームームノームームノームームムーム急にそんなこと言われましたもんねわかりますよちなみに僕らはこれかすりというものを今日は着てるんですけどももともとアロハってあれじゃなかったですっけ日本の、着物を岡本と聞いてるんですよね、そうなんですか、はい、こちらに移民して来られた方が、はあ、着物を持ち込まれてただハワイはちょっと暑いので、はいはいはい、そのまま着物着られるとちょっと暑いのでその生地をシャツに仕立てたのが始まり、せっかくなので2人も見立てていただくことに、ねうん、この辺はヴィンテージっていうかものではないんですけど、はい、デザインが昔のものを復刻した、はいはい、で新しいというか最近のパターンは向こうになんですか最近はこちらですねシンプル、はい、なるほどあと割とビジネスマンの方も、はいクールビズな感じでそれで出勤する、はいはい、ああ見るホテルでみんなこれ着てたようなイメージーこう全体ではなくてなるほど、はい、でも絶対着らんからね、うん、自分やったら
小山。あ、いいや。ちょ、決めたと？決めた。マジで？じゃあサイズを見ていただきますか。決めた？うん、なんとなく決めた。これ XL なんですよね。そうですよ。さすがにでかいです。いや、もう S でちょうどいいわ。できた？できました。うちの店でもあのネスカフェレギュラーソルブルコーヒーに決めました。フレンチのコースの最後には深入りコーヒーが合うんです。だからこのネスカフェゴールドブレンドコク深め、念入り焙煎で深いコク、引き豆包み製法で入れたての香りと味わい、カフェラテにしてもコーヒーが立ってる。レギュラーソリブルコーヒーネスカフェゴールドブレンドコク深め、うちの店はネスカフェです。窓を開けておはよう、おはよう、声を出して笑おう、スマイル、好きな街に出かけよう、気づけばほら幸せ、 D ポイント始まる、近いな、 Have a nice day。 かゆい、うわ、腫れとかゆみがぶわっと広がる、それはじんましん。そこで治療薬のジンマート、辛いかゆみ腫れも沈めます。治せるんだ、ジンマシンにはジンマート。マスター、じゃあ俺が、おー来た、月末月初はお祭り騒ぎ、モンスターの超重心祭、12月2日まで。ギフトの季節に変わることなく思ってくれる人がいる。ギフト限定醸造、濃厚熟成仕立て、心に届くプレミアム、お歳暮にドライプレミアム。マイフェバ、ご存知ですか、関西の旅行に便利なサイトを。新幹線とホテルがセットでお得、それがマイフェバなのであります。お得に魅力の関西へ、マイフェバで検索。クリスマスプレゼントもヨドバシカメラで、最新カメラも 4K テレビもパソコンも、省エネ家電も暖房器具もスマートフォンも、消費税込み表示で 10% 還元、楽しい、安心、博多のヨドバシカメラ、何でも揃う、ヨドバシ .com。 これ XL なんですね。そうですよ。さすがにでかいですね。いや、もう S でちょうどいいわ。できた？できました。 S でちょうどいいよ。何？違う違う違う、もうサウナや。もう本当や、グリーンランドや。本当や、サウナや。いや、ならなお気に入った。いいよ、サウナや、うん、はい、どうぞ。大丈夫だ、はい、どうもどうも。かっこいい。トモコさん大丈夫ですか？はい、素敵です。こんだけ人がいてトモコさんだけなんですよ。そうやって言ってくれる。いや、俺鏡見て改めて思ったけど、俺顔古いね。古い。古いね。まあでも、はい、ここの宿安心して泊まれるなと。そうです。はい、まあ信頼感はあります。ありますね。どうでしょう。どう。うん、こんな二人。はい。そうです。まあね、悪いとも言いづらいと思いますけど。はい。なんかこちらのシャツは、はい、あの本日プレゼント。誰から？あの多分オーナーから。オーナー。いえ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 、申し訳ない申し訳ない。それは払いますよ。僕らの子そんな、あのあれで買いかぶってません、そんな。しかもこれ福岡でしか流れない。そうですよ。全国ネットのやったら、うん、オーナーもこれ有吉君と間違えてないですよね。あの番組じゃないですよ、これ。大丈夫ですよね。大丈夫ですか？大丈夫です。はい、大丈夫です。あ、じゃあ、はい、そんな反響マジ見込んでたらこれ。いや、全力で宣伝しますんで。ありがとうございました。どうも。ありがとうございます。Thank you。こんなことありますか。社長これいるこれ。え、ここ入んの？欅通りみたいな入ってるじゃん。一方こちらは福岡市中央区天神。あいにくの空模様の中、花丸大吉の2人が向かったのは、我々どこにいるかと言いますと、うん、まあ、僕らがね、よくまあテレビなんかでも紹介させてもらってます、はい、屋台ともちゃんに、来ておりますが、はいはい、ここで何をするかと言いますと、うん、同期座談会をやってみようじゃないかということで、我々の同期がね、はい、もうすぐこの屋台にやってきてくれるはずです。剣豪田中。違います。コンバ違います。カンニング竹山。竹山はちょっと惜しいかもしれない。惜しい。
まあお偉いさんが結構ちらほらそうですこのともちゃんの周りを囲んでるってことは、はい、我々の中でも、うん、同期の中のもうトップランナーですよ。トップですね。さあそろそろ来るということですよ。はい。西鉄バスが止まりました。いやバスやったねうちのスーパースターは。二人の元へやってきたのは、こんばんは。ようこそ。ようこそ。こんばんは。来た来た。いや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 。来ましたよ。福岡。いいね。本当褒めただこう祭日の月曜日ということでもうキャバレークラブ諦めましたよ。諦めました。今日はね、まあ、ちょっとあんまり、はい、うん、キャバレークラブ日和じゃないかもしれません、うん、まあ、今日は祝いに来たわけですね。そうね、同期をね。いや改めまして同期ゲスト90代です。ありがとうございます。こんばんは。まあ4人とも25周年ということで、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。よろしくどうぞ。お願いいたします。花代のお祝いやからね。まあね、もう僕らのお祝いはそのハワイロケでも全部やってハワイ行ったんでしょ。行きました。今のご時世なかなかそんなロケやらしてもらわれへんね。みんなからめっちゃそれ言われたけど。ないって。お金 あるのね。いや、まあ、切り詰めて切り詰めて切り詰めて番組も7年やってるんで、7年分の貯金を下ろした形あれ積み立て。でも大変やったでしょ。海外ロケなんかほんま東京の番組でも今やできへんねやから、うんうん、あんまり俺らも行ってないかも。そうだね、番組で、ね、いや素晴らしい。じゃあ何か何でも言うよ。ハワイで使ってもらっちゃうの。教えて2人が。そう、これ食べときみたいな。平木かな。平木これ平木。あ、これ買いますよね。あ、これあ、ください。これ美味しい。これ美味しそうやん。この、あ、言うて。タコ、タコイカね。イカ、はい、イカです、はい、ゲソです。ゲソお願いします。じゃあそれももらおうか。はい。他はあれ肉も有名よ、こう。あ、そう。お肉も食べたいね。タンとかサバとかカニとか。タン食べたいです。カモ。はい、了解しました。じゃあもらいます、それ。一、はい、枚ずつお願いしましょうか。そうしましょう。はい、そうだね。了解しました。やべっちはね、うん、プライベートで福岡にしょっちゅう来ているっていう。いや、そうなんよ。本当にあの30代は、正月福岡で、本当にいい思いばかりしてきました。いや、もう最高なんです、福岡。ちょっと待って。はい。俺いい思い一回もないけどそれはそう。俺いい思いで、あ、美味しいもん食べてお酒飲んでベロベロっていうのはあるけど、うん、そうです。だから30代の福岡と40代の福岡はまた別物だそんな良かった。ほんといい思いしかしてないです。ええー、美味しいもん食べて。でその時も花丸くんとかがいろいろ教えてくれて、で共通の後輩もいて、うん、スパローズね。あ、名前出してあげよう、かわいそうやな、うん、福岡地元なんで、うん、まあ、東京でこれから、うん、売れる中年芸人かな、うん、今頑張ってる森田悟と大和和孝ね。しっかり言うてやった方が八幡のお父さんお母さん喜ぶから。一緒に飲んでた後輩がなんか福岡出身が多くて、うん、毎年来てました、ね、そう。だから視聴者の方は意外に思われるかも。ありがとうございます。来たね、やべっちはよ、もう西通りにおったもんね。そうそうそう、西通りのカラオケボックス。いや、そうなんや、毎年おったもん。で、まあ、てたやらしい話、女の子もいっぱい呼んでくれてね。そうよ、あの、うん、芸人さんが星があるからね。ああ、ちょっと大吉君、ん、僕とその大吉君との福岡ってそんなんじゃなかったけれど、うんうん、そうね、あの、まあ一言で言うと時代が変わった。コンプライアンスが薄くなったのかな。あんまりこう大々的にやると締められることもあるからね。あんまり好きやないでしょ、わーってすんの。そうね、カラオケではとか、うん、そうそう、どっちか言うと、そう、あの、おとなしめ、プライベートおとなしめの2人が仲良くなってしまった。これぐらいの距離でいつも飲んでるから、これぐらいの距離。もう松本さんと浜田さんは誰やねんお前ら。今田さんおかしかったもん。本番前、じゃ本番前にさ、鍋、究極のちゃんこ鍋でメモして、朝6時に起こして、 OK グーグル、写真撮って、明日遊ぼってメールして、個人事務所マージンレスなほどしか検索しない、食い逃げの小説ってメモして、たかしに電話して、モーター買ってきてくれるかなってメールして、娘のお迎えってリマインドして、 OK グーグル、 OK グーグル。マイフェバ、ご存知ですか？関西の旅行に便利なサイトを。新幹線とホテルがセットでお得、それがマイフェバなのであります。お得に魅力の関西へ。
マイフェバで検索。ランチパック、私満たすランチ、山崎ランチパック。今回のミッションは冬のドライブ、ジェームスでワクワクのアイテムを準備せよ。レディーウィンタードライブ。素肌で感じるサイエンス、肌馴染みってこんなに違うんだ。かさついた頬にもスイスイ。さらに潤いも高浸透の化粧水。なるほど、ソフィーナ。ソフィーナ。まあでも改めて話しますとね、うん、25年前に想像してた、この25年後。いやいやいや、まさかしてない。まさかお前は。そもそもがやっぱり絶対売れたるぞじゃなかったから、うん、遊び半分だったから、もともと大学行ってたからね。やべっちが誘ったよね。そう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 、うん、誘った方も、うん、ノリ、うん、楽しそうやなっていうぐらい。ていうかもともとさ、クラブの部活の先輩と後輩、サッカー部のねえ、大会系の先輩と後輩でようやれるね。体育会な先輩じゃなかったかな、唯一何かいたけど、うん、でもともとその相方のお兄ちゃんも NSC でしょ、7期生でしょ、うん、やべえ、ね、でサッカー部、サッカー部、はい、それは先輩なの。そうだから先輩、俺、うん、弟っていう、あ、今日やべえ兄弟に挟まれてて、で俺はその矢部さん、あの先輩ね、うんうん、先輩とすごい仲良くて、うん、でお家行ったりしてたらおったから、うんうんうん、でそのつながりですごい仲良かったし、うん、でなんかもう1年の時厳しかって、みんなアホみたいなサッカーの先輩がね、うんうん、そんな中矢部さんが優しくしてくれてたから、うん、矢部さんとこう何て言うの、仲良くさせてもうてて、唯一先輩で、うん、俺下手くそやったから、うん、そんなね仲良くしてもらってる中で、嫌な先輩だけならんとこうと思って、うん、ちゃんとこう、あ、なんか下の門に対しては、うん、厳しくせんとこうっていう。地域人会の、うんうん、卒業、うん、先輩に渡す卒業するときに、うんうんうん、寄せ書きにね、うん、書いてくれて、みんなありがとうございましたとか思いで書いてるけど、うん、進路に迷ったらお笑いの世界行きましょうみたいな。でまた俺先輩やからさ、そういうとこ先輩かで吹かすのよ、うん、願書出しとけよっつって、先輩やから、わ、うん、かりました、うん、出して、うん、で俺一回も NGK とか見えたことないから、笑いの聖地に、うん、で一回見に行きたいわって言って、で相方と二人で見に行った、うん、それが NSC 9期生の二次面接、うん、おいやべやべ、ジュニー、お前、うん、あれ俺は9期生なのちゃうのかNSC 9期生二次面接ってなってるの。え、俺願書出しとけって言うたよな、うん、出しないしマジかおい、何してんねんって、で9期に入りたいんですけどって受付で、そんなあかん帰れって言うたけど、ずっと待ってた。へー、待ってて来いって最後、うん、最後かー、よかった。で面接仕事もね、だって1日ずれてたら、うん、ないってことだね。あ、ほんまそうやわ。だってその時、ね、大崎さんやね、大崎さんとかに、君らおもろいんかって、面白いっす行くね、うん、行くね、何も分からへんから、後々考えたら、うん、大崎さんやったな。怖いな、怖いな、鼻で笑ってた、うん、まあね、同級生とかなの。そうそう、大学の友達同士で。そうか、大学か、うん、で福岡事務所のお笑いオーディション、お笑い明太子っていうのがありますって、うん、見たから、じゃあ受けてみるっつって、うん、同じ大学に通う落研コンビ、岡崎くんと吉岡くん、ニューウェーブコントでお笑い界のアイドルを目指します。こんにちは。けど最近わけのわからない占い師が増えてきた。そう、あやー、おや、いや、足占い私始めたんですけど、かなりいい動きをしています。かなりの使い手のようです。おや、先生、本当に占い師なんですか。あや、あの早速なんですけど、あの今年の福岡ダイエーホークス、ズバリ、今年は何位であるかをちょっと占ってください。あやあ、肩に入りました。一体どのような占いなんでしょうか。かなり合うじゃないか。おっさん8位です、ね、あるかも。大概すかな、クラスぞ。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。それどっちが言い出したの。多分俺じゃないかな、受けてみない、そうだから
行ってみようかぐらい。そうそう、軽い感じ。そう、思い出作り。多分やべっちもそうだと思うけど、あの頃まだバブルやったから、うんうん、で就職なんかもうどうにでもなるし、そうそうそう、大学4年で遊ぶと思えば、うん、まあ実家から通えるんなら別に芸人で もちろんなりたかったけど、うん、もうすっごい軽い気持ちで遊ぼうかぐらいのね。そう、何人おったの NSC の9期は。230最初。230人。まあでもみんなバーって辞めた感じ。みんな遊びに来とったからな、養成所って。また言うねん、ほんで先生が引っ掛け橋の上で漫才でもやってこい言って、うん、校長とかが、はいはい、そこでもう度胸つけてこい言って、はいはいはい、でなんかやんねん橋の上で。だけどもう恥ずかしいのか恐る恐る、うん、こんにちは言うて、うん、まあ、ちいちゃい声でやってんねん、うん、もうそんなやつみんないてなくなったもん。俺らは6人しかおらんよ、福岡、うん、うわ、入る条件が厳しくて、うん、22まで。え、年齢若っ。23はもう年いってる、うん、22まで。そうなんや、うん、だからゆえに会社が言ったことはもうせざるを得んねん。だからそれこそ引っ掛け場じゃないか、俺らは親不孝通りでナンパしてこいで、ナンパして事務所に連れてこいと、うん、でそこでお客さんを作って、うん、そこで漫才をするとかね。うわー、すごいな。で我々もそらもう俺もんで従った方やから、ああ「うれしゃー」って言ってやってたよ。ホント嫌やったけど、うん、でもそこで一切せんやったのがコンバットマンね。コンバットマンせんやったね。すごかったね。尖ってる人、尖ってる、尖ってた。コンバットマンの分まで俺ら引っ張ってきよったもん。うわー、へえ。やっぱどう考えてもあっちまで売れたよね。まあ、東京って何年に行ったの？何年目に？大阪、何？大阪21。え？21。俺21。じゃあ2年目。ほら20歳。20歳。怖っ。やって怖っ。20歳っけ？早え。20歳で。マハやね、マハの。ABC グランプリ。ああ。成人式の日な。そうそうそう、撮らせてもらったからね。新人漫才コンクール。そう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 。その時だから、雨上がりとか、藤原とかバッファローゴロとかみんな出てて、出てた。で9時やんねん。でもう雨上がり決死隊がもう絶対下馬評で、うん、絶対優勝って言われてて、うん、で雨上がり決死隊が9時引いたら1番くじやって、うん、1番くじで ABC のグランプリ取った人誰もいけない、やったー思って。運もあるし、ラッキーやね。良い子とかも出てたんちゃうかな。あ、良い子特別賞やったね、うん。あれで吉本の社員がコロッと変わった、うん、賞取って、賞取って。もともとでも2丁目でしょ。2丁目劇場はもう人気者でしょ最初から。いや、だってまだガラガラやったもんな、2丁目出る時。人気者ではなかった。へえ。やっぱり上の人と絡み出してからやと思う、雨上がり消したいとか、うんうん、だってあの時まだ2丁目富士さんとかも出てはったし、出てはった、うん、で俺らはまだなんか下でよかったらお願いします言って上り持ってこうやって振ってたからね、うんうん、チケットいろいろこう手売りしたりとかそんなんしてる時期やったからね。でも楽しかったっちゃ、あの時が一番楽しかったかな。僕ら5年後にデビューして、うんうん、トコトンサンデーっていう TNC の番組でゲストに来てくれたと。福岡で作ろうかでっかいレゲエの花丸大吉を差し置いて、東京のブルーナインの日テレの番組で、うん、すごい面白い人がおると。ネット、電話、テレビ、スマホ、まとめてビビックビビック、ネット、電話、テレビ、スマホ、まとめてビビックビビック、ネット、電話、スマホ、テレビ、まとめてビビックビビック。変えたのはファンデじゃない、素肌つるんとうるおうローション、すっぴんもっと美しく DHC フレッシュローション、接近勝負の攻め美肌。迷ったら笑える方を選ぼう。何それ。母さんがいつも俺に言ってた、どんな時も笑っていこう。生きるお葬式天霊会館エプソン。今年の年賀状はメンゴーじゃない、パソコンいらずでポポンと簡単、面倒じゃない、原寸大表示で見たままデザイン、面倒じゃない、年賀状作りはかなりよ。ガンホー、ここは俺から誘い出すべきか。ああ、やっぱ無理。相手のリアクション待ち、どうすればいいの。脳に刺激、あ、
きらめいた。考えるって超楽しい。思考の戦略バトルサボンズボード。冷えて夜眠れない、冷えて朝起きられない、冷えて母冷えてます。陽明酒飲んどこ。おやすみ前に薬用陽明酒。寝台デカへ最新台導入。 Dゾーン伊達、明日10時寝台入れ替え。明日10時ピカッと輝くシート知ってる？おばあちゃん知らん。濡らすだけで落ちにくい汚れもね。あらまあ、椅子なんかもほら、あらやだ、あらららららピカッと輝きよみがえる。負けたってグズ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 言われよ。本当ならホークスとやりたかったみたいなさ。ハワイまで来て、ハワイまで来て、それは置いて帰ってこいと北海道に。ハワイに来たのにね。本当ならハムとやってたんで中継あったとか。別れてまた会って、いや先生そっちはいいですねみたいな。置いてこいと。いや俺なんか前の方でおじさんと喋ってるなと思ったけど。それです。お、来たクバラ本家。ありがとう。クバラのあごだし寄せ鍋スープでうどんだけ食べてみた。あごだしだとうどんも違う。あごだし寄せ鍋スープ新発売。あ、これ乗るんだ。あ、オッケー、オッケー。パイプライン。あ、パイプライン。And then the lava man. Lava man. Oh, yeah. Here we have the Wailua. はいはい。Wailua. The hula. Hula. The big wave. Big wave. はいはい。And then the lava man. ここ。あ、一緒だ。これが一緒だ。Good? Okay. なるほど。Excellent. Enjoy. Okay. はい。Enjoy します。いや俺あんま黒ビール好きじゃないお前がノーフルーツとかノーとか言うからこうなるんやろ。いや強いやつって言ったよ。その果物でその 甘いとかね、飲みやすいのじゃ嫌だっていうことを伝えたから。いやいや、それはもう日本語がこうなるんやね、うん、英語知らない我々のミスです。じゃあどうもハワイに。どうもどうも、どうもいただきます。チーズ。うん、あーいい。あー休み感あるな。フルーティー。あ、うまい。あ、これもすごいフルーティー。もうストロング。これはストロングだ。結構大げさじゃないね。めっちゃフルーティーよこれ。うまい。初めて黒ビールうまいと思った。うわ、オールストロング。言った通り。これだけちょっとストロング。え、こっから選ぶの？だからこれでテイスティングして選ぶ。気に入ったやつを、うん、酔うこれ抜けます。言うてる前に酔う。寒いんだけど変わろうか。いや、ちょっとごめんね。ごめん、日に浴びたれ。そうそう、ほんとごめん。ここさ、あ、ね、全然違う。
ちょっとそこでしばらく追ってみ。もうめんどくさい、めんどくさい。いやいや、だいたいほら、じゃあ、ここの列は俺やから。俺ウフフじゃなくてこうか。全然違うやん。あ、そらこっちはうまいよ。うまいね。うん、ここリゾート感いるよね、やっぱ日差し。うん、うん、来たピッツァ。あ、どうもどうも。あ、どうも。おお、これはあ、it's a balsamic。バルサミコ。バルサミコ酢ってなかなか、ね、マルゲリータにあんまかけるイメージないけど。うん、うん、アメリカバイ全然違う。日本のピザと違う。もう すごい腹いっぱい、腹いっぱい。もう食えない。これはすごいね。ね、カツ丼、ピザ界のカツ丼。こんなボリュームあるマルゲリータって。いや、そらみんな体大きいはずよ。これ1枚ペロッといくんやもん、きっと。ちなみにこれが一番スモールサイズ。スモールサイズ、スモールサイズ。 That's a small, yeah. How is it? Does it taste good? It tastes good. Good. Can I get you guys anything else right now? 他に何か。他に何か。何か言いますか。Yeah. You have a red ale right now. I like our fire rock. Our pale ale is really good too. 他のビールの種類を今いろいろ説明してくれてます。カラパンパンになる。カラパンパンになる。あ、本当だ。わ、クックドゥドゥ。ニワトリが逃げ出しとうばい。そらもうどっかのケンタッキーから。あれ、ね、あれ、ニワトリ逃れた。いるんですか。います。ハワイは。ノラには。ノラには。へえ、よくご無事で今まで。いや、よう食べられんよね。うん、うまくないかな、やっぱノラは。いやもう、ね、でも地鶏と一緒で。いや地鶏たち、え、運動量で変わってくるんじゃないの。あれ餌で違うよ、やっぱ結局は。あ、そう。あそこなんかテントがいっぱい出てるよ。あ、本当テント。あ、見て、道の駅みたいになってるよ。あ、うわ、出た。これはハワイですね。これは外国ですね。あ、どうぞどうぞ。鹿児島じゃ人気の焼酎でして、黒といえば黒いさなんですよ。いかがですか。そげん自分のよかごとばっかり言うとって。ございます。よっ、つまらんばい。僕は黒いさ、飲みはわかる。ネット、電話、テレビ、スマホ、まとめてビビックビビック。ネット、電話、テレビ、スマホ、まとめてビビックビビック。ネット、電話、スマホ、テレビ、まとめてビビックビビック。実際東京では何ラーメン食べますか。うん、私はそれは豚骨ラーメンですよ。それはこれはもう脇と一緒ですから。はい、私はもう一番醤油ラーメンを取られ、ね、食べてるところを取られたらもうこれ私も死活問題ですから。見たことないでしょ。帽子かぶってサングラスかけてマスクプシッ食べますよ、醤油ラーメン。すっごい変装して醤油ラーメン食ってる。背負ってますね、福岡。そりゃそうだよ。食べていいや。毎日毎日豚骨食わんやん。ダメです、つまらん。そういい人前ではダメ。プラザ天気いいじゃん。唇に透明感が溶け込んでいく。未体験、これがヌーディーグロスルージュ。ルージュグラッセ、エスプリーク。カウセイ。あげない、あげない、手をあげない、手をあげない、だからあげない。本当？本当です。ローカル絶対あげないぞ。値上げしないで6ヶ月、プライスロック、声優サニー。すべての瞬間は輝いている。美しき世界標準、エコドライブ電波時計シチズンクロスシー。開け、おいしさ。ドミノは今なら 50% オフ。30周年の感謝の気持ちを込めてネット注文で L サイズが全品サンタさんは知ってるよ。今はプレイステーションビータ。プレイステーション。
どうもおなじみの博多華丸大吉でございます。ちょっとねあのいろいろ説明しなきゃいけないんですけど、はいはいはい、実はね我々これ来てますけど今回この番組は南潮音ではございません、はい、そして今我々はハワイにいます。ここがいわゆるあの、うん、芸能人の人がインタビュー受ける場所、はいはい、いやここじゃないと思う。ここなの。そうなんだ。実は今回我々がまあ結成デビュー25周年ということで、はい、テレビ西日本さんが特番を作ってくれることになりました、はい。そこでまあ何をしようかと会議を重ねたところですね、うん、まあ何しようとハワイでやったらどげんですかということで、ね、あら福岡から出ちゃいけないというルールや。そうですよ、はい、佐賀にすら、はい、佐賀も大分も熊本もダメだったのにハワイはあり、ハワイはあり、あり、ちなみに2人とも初めてのハワイなんで初ハワイですよ、ね、本当は、ね、大人なんでこんな顔してますけど、はい、本当はもう浮世絵不評ですよ。おいしさ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 。わあ皆様お待たせしました。豪華企画2本立ての2時間スペシャル。まずは花大が人生初のハワイで何しようと。さらに同期のスーパースターナインティナインと天神屋台で本音で語り明かしちゃうぞ。ハワイ大吉25周年記念祝いめでたスペシャル。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。祝いめでたスペシャル最初の企画はハワイのオアフ島で何しようと。ハワイ州の政治経済観光の中心地オアフ島。州都のホノルルはワイキキビーチやダイヤモンドヘッドをはじめとする多くの観光スポットに恵まれ1年を通して世界各国から観光客が訪れます。あね、青いね。いやこれ違うねやっぱ、うん、ハワイってっていうかどうしてもね海に目行きがちですけどこれすごくない。こっちはすごいね。なんやろあの茶色い岩みたいな。火山でしょ結局。なるほどね。ここはともこさんあれですよね。ここは有名な観光スポットです、はい、何があの潮吹き岩と言われておりますが、はい、あのこう波がこうちょっと岩の下空洞を通ってであの穴からちょっと待ってください。もう何集合時間あの、はいはい、普通笛とかですけどね今思いっきり掘らないで掘らですね掘らないでやるんですかハワイって。そうですねマジですか。いや行きやみんなやります。掘らないで買える人が増えるんで、うん、あここですか。どれ潮吹き、いやそれタイミング良くないと見れないってこと。そうです。あの杭みたいなのが立ってるところですか。いや、もうちょっと手前右手です。まあまあでもここにいればはいちょっと待ちましょうよ。これがバーってなるってことですか。今日はあんまり良くないです。今日あんま良くない。はい。とも子さんには申し訳ないですけどキャナルシティやったらちゃんと帝国に水が上がるんですよ。そうですね。何時って分かんないでしょ。分かんないですね視線が相手なので、はいはい、あー来た来た来た。あそれあれでしょ。あほらそれあれでしょ。あほらほらいやあれでしょ。これは別府の方がいい。これなら別府の方が煙立つ、うん、まあ確かにハワイっぽい。ほらかわいい。ハローハローわっちゃね。北ミツスター。星っていう意味です。ハワイ語で北。お父さんはハワイの方ですか。 10% オフ創業感謝祭。あ見て道の駅みたいになってるよ。あうわ出た。これはハワイですね。これは外国ですね。ファーマーズマーケットってだから産直みたいなもの、うん、産地直送の美味しい食材が気軽に手に入ることでハワイ各地で大人気のファーマーズマーケット。ここカイルアでは
毎週木曜の夕方に開催されていて、農産物以外にその場で食べられるプレートランチやスイーツなども売られています。うわ、エビ、あ、エビ好きや。いや、エビ好きやけどさ、あ、日本の人じゃないの？こんにちは。これでも日本、日本腹いっぱいになるやつじゃなくて、はい、だからエビ明日エビ、明日行くから、明日エビのとこ今日行ったら言われる。エビのとこってなんですか？エビの多分シリム、ああに僕ら明日行くんですか？ああ、そうはい、またあのまた先にスケジュールを知らされるっていう。明日、明日エビを食べに行くんです。先回りストーカー。あ、あります。美味しかったですか、そこは？美味しかったです。あ、そうですか。明日楽しみ。明日エビ食べんの？決まっとった。バレた。じゃあもうエビ行かれんやろ。すいません、ありがとうございます。じゃあ俺あの串にする。え、イカ？え、あれイカ、あれ、いや、得体の知れんやつ。え、ベーコン。あ、ベーコン、うん、これベーコン。あ、ほんとだ、俺もうイカかと思った。いや、これうまい絶対。これ、ハウマッチ、ハウマッチ、ファイブ、はい、漁師でしょ。よしよしよ。レシートある？レシートある？センキュー。オッケー、そこに。オッケー。簡易的にはほどがある。これ絶対会社落ちん。オッケー、センキュー。センキュー、センキュー。オッケー、オッケー。オッケー。はい、はい、レシート。レシート。はい、落とせ。ハワイ、ハワイ式よ。しょうがない、プロデューサー。もうそれで1ドルぐらいからね。うまい。最初めっちゃ甘ったるいんよ。何これと思わせて、ほんと辛い。ぶん殴られる感じ。あー、これは唐辛子効いてる。辛いやろ。でもうまい。おつまみにね。これいい。俺ビール飲める今から。いや、めっちゃ人が。すごい、フードコートみたい。うわ、あの唐辛子のあれいいわ。あれ、あれつけたい。あれ好き。いや、出た、バケツみたい。あのハワイといえばこのレモネード。でかっ。これもらおうか。一つ。きた、でっか。これさ、空き瓶を向こう持って行ったりしてますけど、それはまた中に入るんで。だディズニーランドのポップコーンみたいなもん。そう、そういうことですね。うまい。ほら、また俺外国。ほら、またまた今チュパってしたよ。したの？それ刺すともう一本でいいじゃんってなるよ。いや、綺麗って。ね、え、さあ、ということで、はい、まあ、とりあえずお疲れ様でございました。どうもお疲れ様でした。どうもありがとうございました。どうも。終始飲んでる気がするけど。さあ、我々今ね、今日泊まらせてもらいますマリオットホテルの、はい、モアナテラスというところでね、このハワイアンバンドを目の前にやってるわけですけど、はい、ケアベオハナというバンドの皆さんで、はい、超有名なんですってハワイ。へえ。日本でいうともう世界の終わりがやってるぐらいのそういう感じの皆さんらしいですけどね。さんはね。今日伝わらないです。なんかできひん。レイチャールズに似てますね。Oh, you look like Ray Charles. See you again. Yeah, man.仕上げ。ホークは日本のテレビに Japan。あ、日本のテレビにホークくんが出る。ソフトバンク。ソフトバンクかな。うん、もうなんか。あら。水があるよ。大濠公園。大濠公園かな、ここは。大濠公園的な。いや、ね、いいね。いや、これ海？海かな。はい。こんにちは。はい、ハロー。はじめまして。ここは何の？ Oh, this restaurant has plenty of beers. That's what we're known for, is our brewery. ビール？ Yeah, that's made out on the Big Island. ハワイ島で作ってるオリジナルのビールレストラン、ビアレストランです。なるほど。
こちらはハワイの人気地ビールメーカーコナブリューイングカンパニー直営のビアレストラン。ヨットハーバーに面した開放的なテラスでピザやパスタなどの料理と一緒にいろんな種類の粉ビールが楽しめます。どうもどうも。すげえ、海外の方ばっかり。 OK いいですか。ありがとうございます。やった。いやすごいね。あ、どうもどうも。ハワイ4号艇頑張れよ、まくれよ、3号艇を。いやいやいや、バリハワイやん。やっと来たね、やっと来たね。こういうことですよ。なんかちっちゃいやつあったけど、ちっちゃいの、うん、あれなんですか。テイスト、サンプラー。サンプラーってなんですか。サンプラーで、あのテイスティング。そうですよ、だからそのちっちゃいのいっぱいもらおうよ。そっから決めようよ、4種類。そんなことすんの。いやもう俺見ながら、あの何頼んだか見ながら来たから。アロハアロハ。How are you guys today? Good day. Good day. Excellent. Hi, nice day. Nice. Have a nice day. Good day. Can I get you guys something to drink? サンプラ、はい、Excellent. So we have a list in here. Do you guys like all different kinds of beer? いろんな種類のビール試してみますか。 OK、はい、そうします。 yes. 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 So maybe we'll do a big wave. It's nice and light. Big wave. And then, big wave. Big wave, いいね。 And then the Wailua Wheat. That's got a nice little fruitiness to it. ちょっとフルーティーな感じ。 No, 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 フルーティー、 No. No フルーティー。 No フルーティー。フルーティーいいじゃん。いやだ、俺はやだ。なんなん。本当の美味しいのば、パッションフルーツ、ノー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 You guys like pizzas? Pizza. Pizza がいい。Pizza? Pizza? Pizza good? Pizza good? Pizza good? It's delicious. 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 It's Ono. Please. So I would suggest the Hawaiian luau pizza. Hawaiian, Hawaiian. Yeah, it's got the pork on there. It's got the pineapple salsa. Pineapple, no, no, no. Fruits, no. No fruit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 . 普通の普通のベーシックピッツァ。普通の very original basic. Well, we could do like a margarita pizza. Margarita, yes. My name is Hanamaru. Margarita. Hanamaru Margarita. Well, then I think it's meant to be. All right. Excellent. I'll go get your sampler and I'll be back. Thank you. どうもどうも。嬉しいわ。もっと日本語通じてなんか。ね、うん、来た感がないと思ってた。いやまあでもまだ街行ったらそうじゃない。いやだって今もう全然すごかった、ね、いやでももう空港のだってほら入国するまで1時間ぐらい並んだやろあそこな。そんだけみんな来てるってことですよ日本から。あそこでずっとこうこうだから、うんうん、後ろの人とずっと会うんよ。会うよそれは会うよ、うん。でも北海道のおっさんがさクライマックスシリーズロッテ